どうもです。つくもやよ。5月20日。今日は三輪坊ついとるな。土木建築には向かへん言うけや。あと不浄地味もついとるわ。呼んで字のごとく成就せえへん言うけや。せやけど六曜は戦勝。急ぐは勝ち。午前は吉で午後が凶。時間は水の音。裏を表す影の水。目を出す準備を始めた状態を示してる。十二支はイノシシやね。こっちも影の水。木は枝だけとなり、草は枯れる状態を示してる。ほんで、どっちも影の水や境。音用五行の流れは、火は言うて、良くも悪くも勢いを増す行けや。戦勝と火はだけ見たら良さそうやけど、不浄地味ついてるから、どうやろうかね。まあ、これらを踏まえてどうすますかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。